じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今日は残留を宣言した、もう残留しますというふうに声を上げた選手たちをピックアップしたりスパッといったね。そうですね。で、今回取り上げるのは現段階で残留がもうすでに決まっている選手たちで、はい、その他もし残留の選手たちが出てくればまた別の動画で上げていきたいと思います、はい、まずはベイスターズの佐野選手が残留ということで、ね、優勝してからね、どうなるのかなって、まあ、良かったのかどうなのか分かんないけど、あ、まあ、拍手しましたけれども、いやいや、まあまあ、はい、でもそのファンとすれば、はい、それはもう残ってくれたら心強いよね。いや、そうですよね。まあ、曲がりなりにも2つのポジション、はい、ファーストとレフトをやってくれるということで、はい、それは心強いよね。そうですよね、うん、ただやっぱり競争が激しいぞ、外野はね。うん、だからもう筒香がいて、桑原いて、梶原伸び盛りがいて、はい、で渡来どうすんだみたいな。そう、あと海老名選手もいるないますし、あと関根選手、まあ、関根もいるしな、はい、ってなるとやっぱり競争激しい。いやー、激しいと思うよ。そう、レフトの確約っていうのはできない。できないんですか。できないじゃん、日本シリーズ見てみろよ。ちょっと調子が落ちたらお前筒香を出したら筒香がバカバカ打つじゃん。そうですよね。あ、で、クアラも何でもかんでも前に突っ込んできて飛びつかなきゃ気が済まないぐらい言ってるじゃない。そうなんですよ。カジュアルはなんかひょうひょうとやってるし、走る打つ走る打つですよ。そう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 、そうですね。いや、だから渡来、海老名、はい、関根、はい、まあ、こういった人たちが控えにはなってくると思うけども、うん、ほら、なかなかやっぱこう厳しいよ、試合に出るっていうのは。そうですよね。だから手を挙げなかったから、あ、残って余裕ではないんですよ。でもまあお金がね、うん、ちゃんとした金額を提示してくれたと思うから、はい、それはそれでね、安心して野球ができるというかね、うん、まあ良かったなと思うよね。確かに。だからまあ宮崎からこういろいろ始まって、うん、まあ複数年山崎、安崎もそうだし、うん、まあ長期の契約をね、はい、ある程度してくれて、うん、まあ安定もさせてくれるというね。まあ、だから、まあ、いて幸せだったらいいなって思うよね、うん、そうですよね。ただこれ手を挙げなかった理由って何でもかんでもさ、うん、力んで、うん、もうやらなくても、うん、まあこの金額だったら楽しくできるねみたいな。あ、逆にそっちに考えて安定もするし、うん、で家庭も養って終わった時には、うん、あ、金が残ってると、はい、そしたらなんかこう食うに困らず一生を終えるという、うん、まあ、そういうことを考えると、まあ、そういう思考でももうハングリー精神で何でもかんでもこう俺がみたいな鼻真っ平にで、ね、行かなくてももういい時代なのかなと思うけどな。29歳、もう一回あるなそれ考えるともうそんなに力んでもっていうことは考えてるかもわからないよね、うん、あとこれって詳しい金額ってもう出てるんですか。ちょっと私今手元にはないんですけども、まあ、出てないけど DeNA 側が提示した。まあ何、いくらだったのさ。1億5500万円ですね、一方は。2億ぐらいで4年、うん、4年契約だって、うん、2億で4年か2億5000で4年か、うん、ぐらいじゃないの。うん、いいでしょ。いいですね4年いやだから確か宮崎が18の6年じゃなかった。あ、長かったんですよね。そうそう、いやだからそれに準じてやるとしたら2億の4年っていうのは悪くない数字だと思うんだよね、うん、2年間少ないけど宮崎よりは、はい、うん、まあだけどもう1回取れるっていうことを考えるとさ、うん、まあ、そのぐらいでいいんじゃないのかな。これもしその手を挙げてれば他球団からもちろんオファーっていうのがあったよな。ありますよね、うん、2億4000万ぐらいだった。ただ4年っていうのは、4年契約っていうのは出せたと思う。29歳だったら十分。手を挙げずに残ったっていうのはやっぱりその居心地だよね。慣れして死んでる。そういう時やっぱりキャプテンもやってさ、うん、ドラフト6位かなんかだろ、9位か、9位でここまで上り詰めて、はい、まあ、できたという球団を、うん、やっぱ大事にしたいっていうことがあるし、うん、やっぱ選手にはあったかいもんね、ベイスターズは。ああ、うん、南波さんとかも含めてね、はい、よくやったねって。さあ優しいですよね、ほんわかしてるというかさ、うん、いやだから選手ファーストであそこはもう本当にやってくれるからやりやすいんだと思う。雰囲気がいいんでしょうね。いや、いいと思うよ、うんうん、ただやっぱり競争っていうところは、いや、それは激しい、それは激しい、うん、激しいけども、でもそのぐらいの金額がね固定でもらえてて、はい、ね、競争するんだったら安心があるじゃんね、はい、だから、まあ、そこなんじゃないの。
あ第一話、うん、多分奥さんは横浜の人だよ、出た出身の話しなかったの今、でも多分横浜の居心地とか、はい、横浜って結構やっぱ住みやすいからね、 いいですよね、やっぱね、ちょっと東京とはまた違う田舎感があるんだよ、うん、田舎感、うん、なんかこう落ち着いた感、そうそうそう、うん、東京ってさ、うん、なんか他から来たもう集合団体みたいな感じがするけど、まあ、そうです、多いですね、神奈川ってさ、うん、ある程度もともといた人たちが多いんで、うん、のんびり感がまだ少しあるという、確かに、だけど都会なんですよね、いやまあ都会は都会だけど東京よりはやっぱり田舎感を感じるよ、そっか、ただそののんびりして落ち着いていて穏やかっていう感じなんですね、で綺麗な感じがするしね、あ、洗練されてる綺麗さっていう、そうそう、クリーンさがあなんかまた情報得ました、いや大学時代からの付き合いらしいけど、明治で一緒だったらしいですよ、奥さんは、はあ、明治でしょ、都会が慣れてる、都会が慣れてるの、大学の4年間で慣れられると困るけど、ね、現在も会社に働いてるらしい、ただ高校は高陵、そうそうなんですよね、岡山出身ということは、まあ、広島に慣れ親しみあるもののってことなんですかね、まあ、阪神なのか、まあでも住めば都でさ、うん、そりゃね、俺だって山口とかなんとかって言われてるけど、はい、うん、東京が一番長いもんね、あ、もう一番長くなってますよね、めちゃくちゃ長いよ、だからもう東京っ子ですか、当たり前よ、当たり前よいやだけどもうなんかあれだな、東京にももういいかなって、なんかのんびりしたいなっていうのはあるよね、そういう、やっぱ皆さん言うのが、自分の生まれ育った故郷に戻りたいって、ただね、刺激がないんだよね田舎は、まあそうですよね、うん、やっぱ刺激を感じたいんだったら、うん、やっぱ都会だよね、そうですね、うん、だって俺の友達なんかもう、お前生きてんのかっていうぐらいジジイだもんいやいや本当だよ、そう、あ、同年代と比べるとね、いやいや、お前歯入れろ言うてあ、入れてないんですね入れてないやつもいるわけよすごい自由ですね、自由じゃないお前、身だしなみながら歯ぐらい入れろみたいな、入れろ歯抜け取るやんけそうだね、まあ、あの地方の人みんながそういうわけではないんですよね、いやそうそう、俺の友達ね、そう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 、江田さんの友達がっていうことになって、そうそうそう、いやだから身だしなみも関係なくなるわけそうか、そうか、緩むんでしょうね、何かが緩みすぎだからいろんなところがね、本当にそうですよ ね、ニラ食べて歯が折れたってやつがいる、それは歯茎が弱ってますよ、お前歯医者行け言うてこれはね、地方みんなじゃそうじゃないです、ゆたくんの友達が、いやいや俺の友達、俺の知り合いだから、いや山口のね、そうそうそう、山口の人はみんなそうなってるわけではない、ええ加減にせえよ言うて、それもゆたくさんは若いので、ただでさえ、いやだからそれだけやっぱ刺激が違うし、うん、やっぱ人の目っていうのは気にしてるんだろうなと思う、ね、都会は特にそうかもしれない、そうそう、俺の友達なんかもう人の目なんて気にしないから何でもありなんですね、うん、お前頑張ってるなって言うけど、うん、お前頑張らなさすぎや言うてキャラ締めとけ言ってるやつギュッとね、そうなんですね、そういうやつが、うん、そうなん、何の話、あ、佐野選手ね、そうそうそう、佐野選手は奥様も、そうそうそう、神奈川、横浜だったという、違うよ、明治だった、明治だ、そうそうそう、で、今もあの一緒に住まわれてるっていう、なので意外に今って結婚してるんだから一緒に住んでるよ、あ、今も働いてるっていう、だからキャリアを積んでいくのが好きな人なんだ、多分そうでしょうね、まあ個人情報だからあんまりあんまり擦らないようにしてもそうです、ちなみに佐野さんの、あ、そうだ、佐々木誠さんのですね、おじ元首位打者取ったね、パ・リーグで、そうなんです、ね、おじさんらしいです、いや、それで長嶋かなんかでしょ、そうそう、あのアナウンサーの、アナウンサーの、はい、もう結構バラエティーだよね、そうです、そうです、そうです、まあ個人情報だからそれまあ出てるけどね、出てますね、フジテレビのアナウンサーっていうね、どこがそう、そうなん、そうなんですよね、なので長嶋さんね、そうです、そうです、お父様はあのサッカー選手だった、あのそうそうそう、ね、そうですけれども、まあ、バラエティーに富んで、水高さんのこういうね、あのお友達もバラエティーに富んだキャラの方が多いですね、飛びすぎやいいね、もうお前生きてんのかいって、まあ、もうそいつから電話かけてドキッとすんだよ、なんかあったじゃないかと思って、そういう年齢でもね、いやいや、まあ、あの奥さんから電話かなと思ったちょっとドキッとしますよね、死んだとか言って頼んで生きとけよ、まあ、あの本当どこに住んでても元気が一番です、ね、はい、さあ続いて、ロッテの西野投手が残留を決定ということになりました、はい、まあそうだね、はい、どうやら3年総額6億円規模の好条件提示かと、まあそうだね、はい、いうことです、まあ、いいじゃんな、西野っていくつだろう、33歳です、あ、
うん、3年、はい、いいですよね、36歳か、はい、次で6億円規模、あでも頑張ったらもう1回 FA 取れるな、いや本当、ね、いやだってダルが36歳で大型契約アメリカでもそこでだし、だからその前例から乗っ取ると、はい、まあここは日本だけども、うん、まあだけど可能性はあるよね、だから3年間死に物狂いで、はい、FA 取って給料上がったからじゃなくて、はい、もう一回取ってやるっていうぐらいのつもりでね、うん、はい、頑張ったらいいよね。そうですよね、松本球団本部長全力で引き止めるというふうにも話していましたし、やっぱり佐々木投手がメジャー挑戦というのがあって、まあ、そうだな、先発の誰一人かけてほしくないっていうのは、まあ、そしたら容認しなきゃよかったよな佐々木で勝手に読みにしてさ全力でみたいな当たり前だよみたいな、佐々木投手も全力で引き止めてほしかったっていうのもありますよね。リリースしといてさ、確かに、そしたらもうみんなねメジャー行っちゃいますもんね、ロッテのピッチャー。そうですね、ダメ元で行くよな、取ってあげたいって なっちゃいますけど、ただねやっぱ西野投手が残ってくれたということで、はい、ベテラン投手が、まあ、それはもうちょっとホッとしたよな。そうですね、ロッテファンはホッとしたと思います、はい、そして、楽天の酒井投手、はい、一時はね FA で手を挙げるんじゃないか、そうだな、で他球団も獲得調査なんて話ありましたと、オリックスなども、ただここは残留と、まあでも働く場所とすれば、うんうん、すごく席があるところだから、はい、まあ例えば他にそのなんていうの強いチーム行ってでまた競争して自分の確立をしなきゃいけないっていうよりは、もう確立したものが楽天の中ではあるから、7回8回だったら酒井みたいな、こういう場面だったら酒井っていうのがついてるからね、そういう印象が、だからまあそこら辺では働きやすいだろうし、残ってもいいような感じはしたんだ。そうですね、はい、で今期の推定年俸5600万ということで、はい、人的金銭ともに保証不要の C ランクで、もし権利を行使した場合は争奪戦になるなんていうふうに言われていたんですが、はいはい、全力で球団側が引き止めて、球団と何度も交渉を重ねるうちに残ってほしいという思いが伝わってきて、その思いが本当に僕の中で心が動いたというのが残留の決め手になったと。金額は？金額は書いてないです、書ないです。安かったら笑うけど、ちょっと笑わないでください。いやもうちょっと出してやれよみたいな、いやそう思いますよね。なんで金額出さないのかな。私今見てる記事では金額書いてなくて、今年の推定年俸だけ5600万円とだけ書いてあったら、そこからプラスあるか、まあ、1億ぐらいもらえたのかね、倍ぐらい。どうなんでしょうかね。それよりもやっぱりその残ってほしいっていう熱意が、まあ、熱意は伝えるよね、必死で伝えますよね。伝えるよ、それ確かに、まあ、で31歳ということで、はい、本当に出られてしまったら争奪戦になるっていうこともあって、やっぱりもちろん能力もそうですし、楽天はもう引き止めにかかったと。まあそりゃそうだな、やっぱりこうな、成績が収めて FA を取るぐらいだから、はい、だからそれなりのね選手だし、はい、それは引き止めるよね。うん、そうですよね。まあまあでもね、誠意が伝わってよかったね。そうですね、はい、残るということになりました、はい、それから巨人の高梨投手も残留ということで、はい、今シーズンの推定年俸1億2000万円、はい、で複数年契約を提示されて残留を決断 と、はい、とまあ、給料はプラスマイナスなしで、そこまで書いてないんですよ。複数年契約で、複数年契約としか書いてないです。それも書いてないので、うん、詳細はちょっと私の見ているでもよかったな、高梨はな。そうですよ、そうですよ、まあ良かったなっていうか、希望通りじゃない、高梨の、あおそらく提示されたものが、だからもう手を挙げることも多分知らなかったと思うし、うん、でもそこで巨人がね、はい、数年契約1億2000万、はい、いいと思うよ、ね、それで推定年俸なんでプラスアルファでしょうね。まあそのデコボコはあったとしても、はい、それで複数年契約をもらえたっていうのはさ、うん、高橋にとっては本当に幸せなことだと思う。そうですよ、32歳なのでやっぱ複数年っていうのは、いやでかいでかい、うん、だからこれがまあ3年とか4年だったらもう本当にバンバン歳だよね。そうですよね。でまあ、球団としてもやっぱり今年も左で中継ぎで非常に厳しい場面で、そうそう、うん、今年はね特にね、はい、うんうん、でそこでしっかり結果も出せたしな、はい、だから良かったね、いい契約だ。そうですね、頑張った結果がこういう風になって良かったな、良、うん、かったです、はいはい、そして日本ハムの石井選手も残留ということ決まりました、はいはいはい、石井選手のコメントなんですけれども、はい、先ほど契約更改しまして残留することになりました、はい、自分の力を信じて単年で勝負して競争に勝っていきたいというのが一番の思いですということで、どうやら単年契約した模様ですね。いや、うん、FA したいんだろうな、多分活躍をして、はい、FA を残してるでしょ。あ、いやそれで自分を高く売りたいと。
来年、そうそうそう、そういうことか。で、年俸の推定2023年から1000万円アップの4000万円で合意したということなので、まあ、4000万円で単年で判子と。で、来年活躍したら、そうですよね、1億2000万ぐらいでうちに来ませんかみたいな、はい、あるといいよね、うんうんうん、それはもう選手の権利ですし、まあいいよ、もうね、うん、FA で4000万ぐらいで複数年もらったって、うん、はい、しょうがないよ。うんうん、まあ、もうその自分を緊張感を保つためにも、そうです、単年で頑張ればいいと思う。そうですよね。ああ、まあ、日本一になって新庄監督をエースコンで胴上げできたら最高ですと。そうね、はい、さらに今回のことは伏見選手とか山崎福也投手などオリックスから FA の権利を行使してファイターズに入団してきた2人にも相談したということなんです、ね、どんな相談したのか聞きたいね。例えばそのどういうことを条件面に挙げたんですかとか。いや、彼らとはやっぱりさ、ちょっと違うと思うよ。ああ、そうですね。そう、心得だったんだ、ね、いや、だからどういうふうな相談をしたのかなって、うん、一応なんかそのことに関しては違うチームに行く不安もたくさんあるけど、一番自分はどうしたいか、それを最優先して考えたらというふうに言ってもらえたということなんですよね。勝手にしろと。いやだって自分の考えを優先しろっていうことだな。そう、だから自分が、だから言葉を悪くすれば勝手にしろっていうことだろ。そんなことしないよ、自分で決めろよみたいな感じじゃない。伏見選手も伏見投手も、まあ、2人とも優しいからな、優しいから、あのどっちに行ったとしても自分悔いのないような選択した方がいいよっていう感じでしょうね。そら人の FA はね、うん、相談されても言えないよ、安易に言えないですよね。言えない、うん、だからまあいいね、はい、言い回しでさらっとかわしたな、そんなこと親身になってきちゃうね。そうなのだと思います、はい、さあそして、阪神の糸原選手も残留、はい、表明しましたね、はい、32歳ということで FA 権を行使せず来季の残留表明。やっぱりこのチームが好きですし、このチームでもう一回優勝、日本一というのを味わいたいなと思って決めました。来年も力が必要という言葉をいただいて、素直にチームのために来年からも頑張ろうという気持ちになりましたということで、球団からは複数年の契約の打診もあったそうなんですが、今年の推定年俸の7000万円の現状維持の単年契約を選択したということです。何歳だ。32歳です。複数年もらっといたらよかったのに。勝負しに行ってるんですかね。レギュラーじゃないと勝負してもそんなに上がらないと思うけどな。日本のさっきの石井選手の単年とはまたちょっと違うんですか。年俸が違うよ。そうですね、確かに。で、現状維持ですもんね、7000万円で単年で。なんで単年にしたんだ。来年もしかすると何ですか、手を挙げる。いやー、阪神が好きなんだろ。はい、好きです。出ないんでしょ。出ないかもしれないですよね。そしたら俺7000万でもいいから複数年やっといた方が、俺はなんか良かったような気がするけどな。この単年っていうところの意味が一体どういうものなのかちょっとわからないんですよね。そうだね。うん、まあまあでもね、いや本当にあの彼は代打としても優秀だし、はい、リザーブとしてもね、まあ、すごく優秀だと思うから、はい、だからそれはもう残ってくれたらありがたかったよね。そうです。でも本当に阪神にとっては必要な選手だと思うし。そうですね。糸原が阪神を好きだっていうよりもいなきゃ困る選手だよね。もちろん。いやだからなんでやるもしお会いしたら聞いてみてください。まあ、阪神は、ね、一方で同じ代打の原口選手が、まあ、手を挙げたので、はい、やっぱり何としてでも、ね、糸原選手には代打の桐生だとして残ってほしいっていうのはあったと思いますし、ね、ファンとしては残ってくれてありがとう、まあ、安心だよね。うん、安心したよね。いうところですよね。糸原出てくるのかな。あ、 YouTube に。あ、それちょっとどっかで、そう、なんかあれだったら連絡くれたらいいのにな。連絡先が知らない。知らないんですか。知らない。あのでもね、この YouTube のもうなんか原口とこう並んでちょっとやりたいよね。それは豪華ですけど、右左で代打の切り札で、うわそれはね大変豪華ですけれども、ね、もしね、なんか連絡いただけるのであればウェルカムで、こちらは、はい、待ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい。